はい、フィリピン在住のダンです。まあ、この動画では、ネットビジネスや、その投資を使ってですね、フィリピン移住したあなたに日々情報提供、を行っております。まあ、コンサルサービスも行っております。で、まあ、この動画では、日本人が持てる国ということで、テーマにお話したいと思うんですけれども、まあ、どうせ移住を考えるならやっぱり日本人が好意的に受け入れられるというか持てる国ですね、そういった国に住みたいですよね。まあ、そこで、この動画では、持てると言われる国、日本人が持てると言われる国をいくつかピックアップします。で、まずですね、タイトルにもあるようにイギリスですね、それからイタリア、あとは、トルコというのは結構代表的なところですね。まあ、特に日本人女性が持てるというところになります。で、まあ、あとは、インドネシアとかね、あとアメリカとかも結構持てるという国なんですね、言われている国なんですよね。で、日本人女性がなぜ海外の人にモテるかっていうのもいろいろもちろん理由はあるんですけども、まあ、日本人女性って結構ね海外ではモテる、っていうのはもうかなり言われてはいるんですけども、その理由っていうのは結構まあ、人によってもちろんね好みっていうのはあるんですけども、大きく言われるのは黒髪だったりとかエキゾチックなね黒髪、あとはですね肌が綺麗だったりとかっていうこと結構言われてる人もいますよね。あとやっぱり日本人女性で若く見られますね。年齢よりも間違いなく若く見られるので、ここは結構外国人男性にとっては魅力的なようです。で、あとはですねやっぱり、もちろんね日本人女性なら誰でもモテるっていうわけではなくて、やっぱりマナーがしっかりしていると、やっぱり日本人らしいそのマナー、まあ、日本人にやっぱり期待されるマナーっていうのがあるんですよね。なのでこれがちゃんとできている女性だったら日本人女性でもモテるのではないかと。まあ、こういう国はですね、まあ、コロナ後にまた移住とかが普通にできるようになってからモテる国として、まあ、こういった国を検討するのもいいのかなというふうに思っております。ということで、まあ、最後にですね、この動画の最後にいつもお伝えしているのは、僕はネットビジネスとか投資を使ってフィリピン移住したいあなたに、その情報提供を行っているんですけども、そのための無料メールマガジンというのをやってますので、説明欄にある、無料のメールマガジンから登録いただいて、お気軽にご相談いただければなと思います。ということで、いつもありがとうございます。